本当に僕自身もずっと一緒にお仕事させてほしかった香川照之さんと天海祐希さんと光石研さんと佐藤健さんと、本当になんか大作ならではの豪華共演陣が揃ったんじゃないのかなっていう思いですね。香川さんとね、なんか、天海さんはもう本当にトップを走り続けている理由っていうものが一緒に共演してよく分かったし、光石研さんはあそこまでね、もう何十本もの映画に出てる光石さんが、この「カイジ」の現場は僕の5本の指に入るぐらい大変だよって言ってたことも非常に印象的でしたしね。僕はこう3つの今回大きな壁と言っていたんですけれどもね、最初の、限定じゃんけん、そして中盤のブレイブメンロードですか、鉄骨渡りのシーンがあるんですけれども、そして最後に利根川と対決する E カードっていうゲームが出てくるんですけどもね、本当にねそれぞれ大変でね、何が大変かっていうと、今回それぞれの俳優さんと対決することがまず大変で、それは俳優としても役柄的にもそうだったんですけれども、山本太郎君ともう戦い行き着く間もなく、天海祐希さんと対峙し、香川照之さんと対決してね、もう本当に俳優同士の対決が僕は本当にみんなに力を吸い取られて大変だったなって思うんですけれども、まず原作のキャラクターで遠藤というのがいるんですけども、遠藤の設定を今回女性に変えているんですね。で、天海祐希さんがそれは見事に演じてくれたことによって、このカイジの映画がすごく見事に締まったと僕は思ってるんで、天海さんが演じた遠藤っていうのはこのカイジの中で非常に大きなポイントだと思っているので、本当にそれ見どころの一つですね。香川さん演じる利根川との最後の一騎打ちの E カードというシーンがあるんですけど、 E カードも本当に丸10日間費やして撮って、本当にセットの中で10日間2人がそれも朝から深夜までずっと E カードを見つめながらこう心理戦を繰り広げるっていうのはね、これも僕ら気合い入れて撮ったのでぜひ見てほしいかなと。僕は撮影の1週間前からビールを断って、撮影が始まってカイジが地下帝国でビールを初めてペリカを使ってしまって飲むシーンがあるんですけれども、あそこは僕が今までの人生で飲んできたビールの中で一番おいしい、だからあそこは芝居じゃなくて僕個人的なことだと思って見てほしいのと、これ見る人が見れば分かるけれども、原作の福本先生がワンシーン参加しているっていう、これは黒服役で参加しているんですけど、松山君はね、マツケンっていうのはあんまよく分かんないね。そんなやつ出てた？あ、マツケンか。そっちのマツケンか。どっちのマツケン？こっちのマツケン？ああ、こっちのマツケンか。こっちのマツケンは本当に 僕ね、デスノート以来の共演で、デスノートの時はやっぱりある意味対立し続けている役だったから、マツケンも距離を置いて僕と接してくれたし、現場で本当に、普通に会って話をすることはあったけれども、そこまでお互い踏み込んで、会話をするってことはなかったんですね。で、今回このカイジの中での設定というものは、俺とマツケンが本当にまあ、手を取り合ってじゃないけれども、お互いこう気持ちを高ぶらせながらこう刺激し合い、本当にこの過酷な状況に負けることなく最後のゴールまで突っ走ろうぜって、こうお互いこう支え合っていくような役なので、なんか例えばワンカット終わってもその場所を離れずにね、お互いが話し合っていたり、本当にね、なんかいい意味でより近くこう踏み込め合えたかなっていう。恋人同士のようにね、現場で話し合ったな、なんかお互いの役のこととか映画のこととかね。あとやっぱりね、見てほしいのは鉄骨渡りのシーンでね、これは10日間、10日以上撮ってたのかな、その雨降らしでね、細い地上、あれは250メートルという設定かな、で細い鉄骨をね、
10人ぐらいで渡り抜くシーンがあるんですけれども、本当にそれはリアルな風と雨を降らされて10日間朝8時から深夜2時3時まで毎日ねやったんですね。それは結構見応え迫力十分だと思うし、僕はぜひ見てほしいですね。映画の公開は10月10日です。男性が見ても女性が見てもハラハラドキドキすごく楽しめる映画になっていると思います。ぜひご覧ください。初日だったので実はね昨日一昨日ぐらいからちょっと緊張してたんですけども、まあまあこんなもんかなっていう感じですね。初日としてはこういう、なんか軽いというか、すごくラフな、シーンで良かったなと思ってます。明日からちょっとまた、きつくなるのでそれに備えて今日は勉強しに帰りたいと思います。はい、まず一つのメイン、まあ、いくつもメインあるし、一つ今日そのシーンに入りましたけどどうでしたか？僕はね、Eカードは本当にこうラストの山場ですから、もちろ ん, なんかこう本当に難しいシーンだと思うんですね。で何かこうもっともっとたくさんのものが眠っているんだけれども、それがまだ何かわからないような状態でもあったんですけれども、今日実際現場に入ってみて、まあ、周りのセットを見てセットの状況とか周りのスタッフとか共演者 の, 皆さんとやり取りしていたら、何かこう確かなものが、ね、見えてきたので、自分としては、ちょっと数日空くのかな、これ数日空くで逆にその空くことによってね、幸いにというか非常にいい結果が生まれればいいなと思ってますけれども、はい、今日やっと一山全部終わりましたね。そうですね、まあなんか長いトンネルをようやく出たというところですけれども、本当にねこれストーリー的には後半になりますけれども、僕らとしてはまだまだいい限定じゃんけんも鉄骨も大事な勝負がいっぱい残ってるから、まあ順調に、しっかりと取って、次にこれでつながるんじゃないのかなとは思ってますけど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今の今まあやっぱり終わるもんだなと、本当に大変なね撮影だったけれども、まあ終わってみれば、本当にいい思い出ばっかりで、本当に公開が楽しみだな、出来上がりが楽しみな作品になりました。こういう、ものに参加させてもらえるってことはね非常に意味のあることだと思うし、まあ撮り終えた今、まあ今ねこの瞬間にやるべきことはできたかなって思ってます。楽しかった。